皆さんこんにちは、司法書士の海野貞子です。皆さん、今回のビッタレいかがだったでしょうか。今回のドラマの内容は、近藤さんが本社のエリアマネージャーから営業の成績について厳しい叱責を受け、強いストレスによりうつ病の症状に基づく記憶障害になってしまったと、そして、会社から解雇されそうになってしまったという内容だったわけです。今回のドラマではこの近藤さんのうつ病が果たして労災と認められるかどうかというのが、大きなポイントとなったわけです。実は労災というと精神障害というイメージは、薄いかもしれません。ですが、精神障害に基づく労災請求件数は年々、増加の一途をたどっております。これは決して他人事とは言えない、現状なんです。それでは精神障害が労災と認定されるためには一体どのような要件があるのでしょうか。実は精神障害の労災認定要件は3つの基準から、認定されるかどうかを検討するということになっております。見ていきましょう。まず1つ目はうつ病などの精神障害を発病していること。そして、2つ目、発病前6ヶ月の間に業務に強いストレスがあること。そして、3つ目、業務によるストレス以外の要因で発病したとは認められないこと。この3つの要件を満たすことが必要なんです。今回のドラマの近藤さんについてこの要件を満たすかどうかを検討してみましょう。まず1つ目、うつ病などの精神障害を発病していること。この点については今回の近藤さんは、うつ病に基づく記憶障害だということは医師の診断により分かっております。ですからこれは満たされていると。そして2つ目の発病前の6ヶ月の間に業務による強いストレスを受けていると。これもドラマの中で、あったようにエリアマネージャーからの厳しい叱責で強いストレスを受けている模様が、描かれていたわけです。ですから今回はこれも満たされていると。そして3つ目、これがちょっと分かりにくいかもしれません。業務によるストレスの要因で発病したとは、業務によるストレス以外の要因で発病したとは認められないこと。例えば、純粋に家庭内の問題に悩んでいて、それが原因でうつ病になってしまったという場合には、これは会社の責任とは言えませんから、労災とは認められないということになります。ですが、ドラマに出てきた近藤さんの場合には、奥さんとの関係は良好なようですので、家庭内でのストレスが原因で、うつ病を発症したとはちょっと考えにくいということになります。さて、それでは労災と認定されると一体どのような効果が生じるのでしょうか。見ていくことにしましょう。これは労災保険による給付を受けられることになります。その給付内容といたしましては、まず療養保障給付、そして、休業保障給付。これは治療にかかる費用や休業中の保障などを支払いますよということになります。そして、障害保障給付。残念ながら労働者が亡くなってしまった場合には残された遺族に対する、遺族保障給付。そして、亡くなってしまった労働者の方に対する葬祭料の給付。傷病保障年金。そして、介護保障給付。細かい説明は割愛いたしますけれども、非常にこれは労災と認定されることによって手厚い給付が受けられるというイメージはこれでお分かりになったんじゃないかと思います。実は労災と認定されるかによってこれは労働者とその家族にとってこれはですね、非常に大きな違いをもたらすということになります。それでは最後におさらいをしていきましょう。要件を満たせば精神障害でも労災と認定されることになります。そして労災と認定されれば手厚い保障が受けられます。それでは皆さん、また来週のビッタレでお目にかかりたいと思います。もうやめて、ここでどいつやっちゃったじゃん。車両についてちょこっと話を。300万じゃ、300万。嫁さんの股が緩いと亭主は儲かるの。示談交渉しに来たんじゃ。